あ、セーブか。すいません。ちょっと一回じゃあセーブしますわ。じゃあ、デートしていきましょうか。なんで気持ち悪い割れ方して、今日面白い人物と解禁するのだ。そのことを考えると愉快でつい笑ってしまう。しかし、ちょっと 不自然じゃないか。その割れ方。尊敬するひなとり選手の笑い方を真似してみたのだが、所詮はサルメアネであったか。誰だって。ひなとり選手。出身が同じなんで応援しているんだ。最近オリンピック関連でいつも新聞に載ってるじゃないか。いや、俺は新聞読まないから。今後は読め。新聞とか読んでねえな。今はネットとかで携帯で見れますからね。新聞取りに行くとお金もかかるし。おほう、この海岸の崖下に通じているのか。ここからなら誰も知られず、いろんなものを学校に運び込めんな。うわ、ドゥッカちゃんじゃん。ドゥッカさんじゃん。来ましたね。この映像は校内の隠し撮りか。で、自治体。自治会長就任の感想は、いや、参ったよ。何から何までもう決まってるんだぜ。文化祭なんて実行したってのに誰も喜んだりしないってのに。めんどくさいよな。これはビデオの内容っすかね。なるほど。後任者には前任者ほどのモラルがないとは思っていた。マジか。違法行為してたんか、父親が。ちょっと待て。うわぁ。そんな証拠まで押さえてんのか。これどうなるんだろう。シアンさんが俺の情報を売らないことは信じてますけど。デートしていきましょうか。大丈夫か。私はピエロだった。なんだこの女。恥ずかしくてつけていられるか。何をイライラしてんだ。これは交渉じゃないか。顔怖。俺がシアンに何かしたって、そんなこと絶対ない。ほんまか。シアンが心を許しているのをええことに何かひどいことしたんやないの。お前どういう扱いで俺のことを見てんだよ。いつも一生懸命暴走してしまうことあったけど、この前からはほんまにめちゃくちゃやん。そういえばさっき交渉を投げ捨てていたぞ。どうしたんだシアン。何もしてねえよ。相手企業も2000万ぐらい出すでしょ。2000万、相手の要求は1000万だったのや。1000万は父親がもらっておけばよろしい。あくまで情報が漏れたのは相手側のミス。こちらは未然にそれをカバーしてやるのですから。ああ、そっか、父親が、さっき、なんか。あ、ちょっと待って。試合始まっちゃったよ。大丈夫かな、これ。最後まで見れるかな。この学校とも今日でお別れか。マジで。てかこのイベントあると思わなかったわ。コウミエ、なぜここにいる。甲子園にいるはずだろ。応援に連れてきてもらったんだ。マジで。どうやって。あ、そっか、応援ってあれですもんね。重力を自由に操れるみたいな設定になるもんですもんね、後から。パワポケ中の彼女ってみんなあれだな。なんか、かわいそうってわけじゃないけど、なんか、普通の人間に、と、彼女作りたいんだけど。10分だとは。大丈夫か。浜野に勝てんの？カズさん。大丈夫っすか？めっちゃ強いって言われてるんですけど。心配するな。手加減したら。カズではあかりに勝てないぞ。時間を稼いでもらってる間に君を説得するさ。福原さん、僕の高校は今年史上初のベース兼ベスト4でした。おお、すごいですね。僕の高校もね、そんぐらいでした。最高は面白い。私はな、もうたくさんなんだ。人のために頑張るのはな、疲れた。それにめんどくさい。じゃあこの学校の自治会は、この学校の新しい校風はどうなる。ここを本当のパブリックスクールにするんじゃなかったのか。パブリックスクール、ははは、お笑い草だ。次長はイギリスに留学などしていない。え、理事長はな、自分の軍隊経験をもとにこの学校を作ったんだよ。
全部が最初から嘘だったんだ。設立、設立資金を出したジャッジメントはここで密かに実体実験をやっていた。A を押してる。ああ、ちょっとすいません。B に押し、B を押しときます。と、特別反省室は、実在するんだ。反抗的な生徒へ従順にする薬の投与を行っていたらしい。そんな、じゃあ、なぜそれと戦わないんだ。あまりのバカバカしさにやる気をなくした。私が必死に守ってきたことなんか、ここの飲料水に混ぜた、わずかな薬で代用できるんだ。全部私の自己満足だった。うわ、なんか熱い展開になってる、こっちは。廊下のガラスが全部割れた。お前ら、人間になってくれ。自治体だってそう、あんなに頑張ったのに誰も感謝などしてくれないじゃないか。裏で悪口ばっかり言って。いや、そんなことは。それに、鍵口は気にしないんじゃなかったのか。よく見たら泣いてるじゃん、シアンちゃん。あり受けたな、バカ者。皆を動揺させないためにはあれ以外にどんな態度が取れるっていうのよ。お前、口調が。そうよ、これが本当の男子。子供の頃からたった一つしか才能がなかったわ。他人の期待する架空のヒーローを演じ続けること。どんなに勉強しても科目でトップは取れない。どんなに練習をしても体育は上の下止まり。でもね、変な喋り方をする自信過剰の女を演じている限り、皆が注目して喜んでくれた。楽しかったけどずっと怖かった。本当の自分がバレたらきっと軽蔑される。あなただって正直がっかりしたでしょ。手品の種を見ちゃったんだもんね。そんなことは、本当の私はね、他人の顔色ばかり伺っている暗い小心者なのよ。これまでのあんたが知ってる新庄信也は全部嘘なのよ。と言えば、え、何これ。それでも愛してる。幽霊のことはいいのか。嘘でもいいじゃないか。これどれだっけな。どれがいいとかあるんでしたっけ。実は言うとね、なんだろう。シアンちゃん攻略するのはね、2回目なんですよね。その時バッドエンドで、どっち選んだ、何を選んだか覚えてないですけど、俺 A 押した気がするな、その時は。それでも愛してるってやって、あれとか言って普通にバッドになった気がする。どうしよう。幽霊のことはいいのか。箱の中の猫だ。嘘でもいいじゃないか。俺だったら、うん、俺が普通にこれだったらそれでも愛してるなんですけどね。幽霊のことはいいのか。これはなんか違う気がする。なんかこれはよくわかんないし、嘘でもいいじゃないかもなんか違うんだよな。いや、これもよくわからん。これは A がいいと思うんですけどね。A なんかバッドエンドな気がするわ。てか、これでバッドエンドになった気がする。前回は。D が良さげだけどな。新庄信也は全部嘘なのよ。嘘でいいじゃない、嘘でもいいじゃないからいいと思うんだけど。ダメかな、これ。C か D に白ぶき、ちょっと絞るわ。よし。ど、れ、み、し、よ、う、か、な、て、ん、の、か、み、さ、ま、の、い、う、と、う、い。C か。C にするか。これよくわかんないんだよ。箱の中の猫だ。君は箱の中の猫だ。いきなり何を言ってる？まだやってんのがこいつだ。リボンワームワイヤー。頼むから人間になってくれ。カズちゃんが。なんだ今の動きは。手足を完全に拘束したのに一体どうやって。こっちも全部ミス取った。わきっちゃとちゃうぜ。OK。どうやら手加減は必要なさそうね。箱の中の猫が生きてるか死んでいるか見た人間がいるとしても、もともと確率は変わらない。全部演技だと、君が主張しても、これまでの君が嘘かどうか確率 50% ままだ。なんかダメな気がするんだけど。泣いてるし。結局嘘でいいじゃないかって言ってるし。少なくともそういう人間に憧れてそうなろうと努力したんだろ。さっきの君が言ったことなんて箱の中の猫が熱苦しくなって、ちょっと蓋を開けてみただけさ。
すぐに閉めれば誰も気づかない。箱の蓋を閉める？あ、こうやって。え？何をした？しかし、局長自ら迎えに行くとはどんな重要人物なんですか？生意気な小娘ですよ。ですが、ん？ヘリポートに何かいる。ライトで照らせ。はい。これはキスしてますね。進行変動、このまま基地へ。ええー、回収しないんですか？これは、おお、回収されずに済んだのか？これは。あ、うまくメッセージが伝わったようだ。メッセージ？うむ、アッカンベイだ。おお、すごい。やったぜ。彼女に戻ったんだけど。これはグッドでいいのかな？カズちゃん、お疲れ様です。すいませんね、俺のためにこんなに戦わせちゃって。でも一番好きなのはカズさんなんでね。お勝利 BGM。てーでー、てれて。ああ、落ちた。いいのかな、これはこれで。でも彼女になったってことはいいんすもんね。ああ、監督評価、ただ下がり？いや、知らないっす、そんなの。もう5まで来たらね、もう、甲子園優勝だけなんでね、残されてるのは。やっていきましょうか。いや弱っ。まあ、能力の方も弱いっすけどね、今回、走塁三角三振と、はい。あ、でも、合力が手に入ってますね。ああ、この試合にさ、この程度の選手にさ、合力、こんないい特殊能力ついてもね、意味ないっすよね。こんなん俺ペナでも使えないっすわ。まだがこのアルバムを手に入れたことがね、最大の満足です。というわけで、いろいろ欠点もあるけど、彼女とはいい関係を維持している。常にどこからか2つの視線を感じるのが気になるけど、後ろ見たらちゃんといるじゃん、2人。なんだかどんどんこっぱずかしい関係に発展してへん？そうかしら。治安の状況に対応して変化する能力は素直に称賛すると値するわ。値すると思うわ。お前の言うことはいつも難しすぎてようわからん。とりあえず、シアンさんのグッドエンドですかね。これ、ゲットしましたね、アルバム。いや、マウス。ニートエンドですね。お前はバントヒット成功させろや。で、天童さんも、ちょっと期待外れの終わり方でね、終わっちゃいましたね。最後にスタッフロードを見ましょうか、ゆっくり。いやー、まさかあんな珍プレイが生まれるとは。序盤の方はいいプレイとかさ、ジャンプで防いだり、ゲッツーとかで、相手の失点てか相手の点入れのを防いだりとか、結構いいプレイできてたんですけどね、なんでいつもこうなっちゃうんだろう。生配信だとなっちゃうのかな。こんなに普段さ、普通に、なんだろう、動画とか撮ってるときはさ、味方と相手もさ、エラーとかする場面少ないんですけどね。はぁ、それにしても今回いろいろと誤算があったわ。序盤の方試合出られなかったりしましたしさ。パワープロプロダクション、上原和彦さん。責任者が藤岡健二さん。今どうしてんだろうな、この人たち。あ、2007年の作品なんだ。割と最近って言おうと思ったけども、12年前の作品になるんですね。2007年となると、巨人が原監督に変わった時ですかね。堀内監督から。この時はあれなんですよね。確か、グライシンガーとかね、ラミネスだとか、補強した年だったんですよね、巨人が。でもね、クライマックスシリーズで中日に惨敗して日本シリーズがね、出れないっていう。なんとか終わりましたね。12時40分か。恐怖体感中央。いやいやいや、今日はね、ちょっと休もうかなと思います、このまま。まあもうこんだけ配信したら十分でしょう。だって2時間3時間ぐらいやってるんですもんね。さあ、本当に疲れましたわ。僕明日あれなんですよね。ちょっと、
明日僕、明日まで夏休みなんですよ。そう、明日僕仕事が休みなんで、ちょっとまあお盆休みなんでね、そうそう人が減ってる時期だと思うんでね、ちょっと明日人がね一番いない時間帯を見計らってですね、映画館に行ってね、君の名はですね、あ、間違えた、君の名じゃなくて天気の子でしたっけ、ちょっと見ていきたいなと思いますちょっとね気になってるんで、うん、あ、何かしらに世の中がブームになってるのはね、ちょっと見ておきたいんでね、もう友達いないですけど一人でね見ていきますよでもあれ恋愛映画とかじゃないっすよね、一人で見ても大丈夫っすよね、もう一番後ろの席取っとくか天気の感想よろしくわかりました、明日ちょっと時間があればね感想また生配信の時にね食べろうかなと思いますこれは最高の夏になったのかうーん、そうですね、まあ微妙でしたけど、甲子園優勝できなかったのは残念でしたけどね、まあなんとか彼女とか作りましたしねまあなんだろう、あのシアンさんの最後の選択肢でしたっけ、あれミスってたらなんかバッドエンドになるんでしたっけ、まああれにならなかっただけでもね、よしとしましょうか、まああっちよりねてか甲子園優勝よりもあっちの方がね重要ですしね